ゲストをお呼びしてます。ラブサタ231回目、イエーイ。ゲストは誰ですか？あ、すごい響いたよ、ちゃんと。うん、響いた。響いた？うん。こんにちは。サミーです。サミーです。ランケ中のアサミです。もうみんな隠れてんじゃねえかってずっと言ってたからね、そうそう今日も。あ、聞いてた？今日。言ってた。いや、聞いてました。言ってたよ、みんな。あ、本当に？うん。あ、なんかね、そうやって言ってもらえると嬉しい。うん、ね。常に、あさみさんの、何動向はみんな気になっているから。そうそう、近況をね、知りたいですよ。そうそうそう、常に、影は常にここにいる、スタジオに。消えることがない。そうそうそう。今はね、ちょっと電話で繋いでるって。そうなんですよね。まあ、フェイスタイムってやつね。そうそう。いいですね。これ顔も見えるし。そうなの。私たちは顔も見れるの。便利。見える見える、うん。見えてるでしょ？うん。そうそう。完全にもうオフスタイルですけど。大丈夫ですよ。全然問題ないですよ。とか言って。もうね、すごいやっぱ2時間まだ、こう、ハラハラして聞いていますね。そうですよね。もう先週よりはちょっと落ち着いてきて。でしょでしょ、はい、はい。だいぶ落ち着いてきたよね。うん、だいぶね、うん。なんかね、もっとさなえちゃんの声大きくていいなって思った。あ、本当ですか？そうか、そうか。そう、なんかね、先週はね、声がでかいって言われて。そうそう。で、今回控えめにしたら声落ちちゃった。やっぱね、声、みっちゃんがやっぱ前に出てるから。まあ、それはさ、しょうがないよね、とか言しょうがないね。そしてですね、メッセージいただいてますよ。うん、はい、こちら、ラジオネットつまおラジオネーム、快速あさみさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。みっちゃん、そなえさん、こんにちは。あさみさんもいます。はい。みっちゃんもブログに書いてましたが、富士山今季初冠雪、職場の仲間うちでお話ししていたことがあたり、ちょっと嬉しい快速あさみでございます。話は変わりますが、前回のラブサタ、みっちゃん、段階の世代の読みは、段階の世代であって、断根の世代ではないです。あ、やっぱり言ったでしょ。そう、あさみさんが ね、言ってましたね。終わってから、あさみさんに即突っ込まれましたからね。さすが。そのまま読んでいただき、嬉しくなった海賊あさみでございます。あさみさんが産休に入ってから、カメスマの神様がみっちゃんに乗り移ったような、11月までのあと2回、みっちゃんバージョンのカメスマを極めるを実施したらいかがかと、年々寒がりになってきている海賊あさみでしたということで。あ、面白いですね。じゃあ、段階の世代って言ってたつもりだったんだけど、もう、つもりだったんだよね。そう、心は段根の方に行っちゃってたんだな。さすがダブルサビーさんのツッコミですね。すごい。ちょっと卑猥だったなと思って。もっとね、卑猥なメッセージもいただいてるよ。はい、こちらで、ラリオさん。続きはラブサタデーの続きの部分です。今日はがっつりラブサタりますよ。攻めていこうぜや優しくなりたいで有名な斉藤和義さんですが、和義さんね、ファンの間ではせっちゃんと呼ばれているそうです。斉藤和義でなぜせっちゃんと思いますが、その由来は彼が大学生の時の逸話にあるそうです。それは当時の彼が毎日のようにせっしたいと言っていたらしいです。あー、なるほどね。そうなんだ。それが口癖でせっちゃんになったそうです。こんなことってありますか？でもそう考えると、攻めていこうぜも、優しくなりたいも、なんだかそういう意味に捉えてしまいます。捉えないでよ。だってもう、あの方すごいもんね。あの方すごいよ。すごい。下ネタすごいもの。うん、せっちゃんって言われるわ。そうなんだ。お二人の周りには、せしたいせっちゃんや、お愛が好きなおっくんなどいらっしゃいますか？いっぱい。いっぱいいるのかよ。いるんですか？いるよ、いるよ。おかしい。おっくんは、おっくんは結構いるかもしれないね。おっくんいっぱいいるでしょ。おっくんね。おっくんね。おっくん多いよね。おっくん多い。あとさ、なんか別におっくんも大きいだけじゃなくて、形がとかこだわる人いるでしょ。ああ、いえ。こだわりね。うざいね、その男の人は。うるさいよって感じだよね。あるだけ幸せに思えてる。本当だよね。本当に。ああ、いいこと言った。触れるだけありがたく思えてる。いや、触んなくてもいいけどさ。そうですね。触らなくてもよかったです。あるだけありがたいって思ってるよね。はい。私的には。そうだね。うん、だって機能果たしてんだから、ちゃんと。そうだよ。大事な機能を果たしてるから、いろいろ。そうだよ。ねえ。面白い。
いや、相変わらずですよね。先週の ね、ラブサタも聞いた後でね、喋りたくてしょうがないと、そうですよね。いや、入ってほしい。本当にね、喋りたくて、もう本編聞いてて、もう、うん、ここ話したいなって思うところがいっぱいあったよね。もう私も呼んじゃいましたもん。サミさん会いたいですって言って。いやいや、でもなんか、新鮮です、本当に。もうなんか、リスナーとして聞いてんのかな。そうだよね。うん。だって、なかなかないじゃない。なかなかっていうか、ほぼないじゃない。そうですよね。自分がリスナーとして聞くことってなんてないから。そう、だからなんか、そう、客観的に見れて、あ、聞けて、いろいろね、勉強になってる今。あ、それはね、今後のブラサタにもいいことじゃない。確かに確かに。なんかね。すごい。なってるから、うん、覚悟しといてね。怖いよ。戻ってきた時にね、腰を足をね。自分にも言えるね。ああ、そうなんですね。自分にも言える感じ。ね、なるほど、なるほどって感じ。あれあれだね。いやでもね、二人の楽しそうな感じが伝わってきますよ。ちゃんとブラサタ感、うん、大丈夫ですか私。そこばっか心配してるから。あ、ブラサタ感？そうそう、そこは崩したくないから。いればもうブラサタだからね。そうね、そうね。今日もね、うん、何？いやもう本当に、先週ね、うん、あのほら、テーマがさ、うん、燃えてることだったでしょ、うん、あるあると思って今。お何？いや今ね、二つあるんだけど、まあ、まず一つは、うん、あの、対話？対話？対峙、対峙と話すとか言って対話？そっちね。そう。今ね、すごい話してんの。へぇー。で、ほら、ラジオがないから。うん。ラジオがないから。いい迷惑だけどね。すんごい話してんの、今。答えてくれます？答えてくれるんだよ、それが。すごいね。すごいでしょ、うん、なんかわかるみたい、なんか。あら。話しかけると、うん、キックするから。確かに、でもわかるって言いますよ。わかんないよ、もう。聞いてる、もういいよって言われてるのかもしれない。今日だってラブさん、あれだよ、ブラスで始まった瞬間に蹴り出したから。あ、すごい。すごい。その、あ、好きなのって言ったら、ポンポンって蹴ってた。いいね。ねえ、スタジオにずっといたからね。そうなんだよね。うん、そうだよね。うん。うん。何も違和感なく多分聞いただろうね。そうだね。いや、ラブロン聞いたらさ、なんか子守歌みたいになるかもしれないよ、もう。ああ、いいですね。逆じゃん、起きちゃうんじゃないの？起きちゃうかな。そっか。始まったと思う。今だ。そうそうそう。そっか。うん。すごいな。もう一つは、うん。うんもうすごい念願だった、うん、ドラクエ3を始めました。なんでロールプレイングゲームすんのよ。いやーねー今便利ねもういやもう携帯のアプリでね。あそっかそっか、うん、今できるもんね。できるんだね。できるんだよ。そうもうさかそうねやっぱ課金だから、うんあそうですね、一回買っちゃえばいいんだけど、うん、買おうか買う前かずっと携帯をね、にらめこしてたの。迷うね。やったいと思って。そうですね。でもね、やっぱやめようと思ったら、うん、なんなん買っちゃえよって言われて。とうとう。そんな悩むなら買っちゃえよ言われて、うん、あの強制的にポチって。買わされて。買わされたの。うん、もう買ったならもうやるしかないと思って。ね、そうですね。今やり始めたわけ。たださ、今のドラクエのさ、最初ってさ、うん、性格診断みたいなのが始まんの。あの、その、勇者の。そんなとこまで私という勇者のね。勇者あさみの勇者あさみの性格診断が始まるわけ。で、一発目の質問が、うんあなたは冒険を辛いと思いますかっていう質問だったの。もう私そこからつまずいちゃって。いいなって。深いね。深いね。深いでしょ。うん、すごい、眉間にしまわせて、深いなって言ってた。ゲームなのに真剣すぎるよ。いや、すごい深いこと聞いてくるんだよ。だからね、まあ。辛いけど、うん、でもやっぱその先にあるね、こうなんか楽しさみたいなさ、うん、ことを考えたら、
お花畑があるかもしれないって思ったら、やっぱり辛くないっていうのを選んだよね。ちょっと、もうちょっと、あれだ、うん、オーバーしようか。はい。そうね。うん。そして今ね、うん。イシスの国っていうとこにいる。え、今何人ぐらいになってるの？今、まだ一人？何が？え、何人か一緒じゃないの？冒険者。最初から4人ですよ。あ、最初から4人なのか。最初から4人だよ。そうだっけ？1人ずつ増えていくわけじゃないですよ。仲間の、ね、あ、そう、仲間になったとかじゃないのか。そう。それ呼ぶの仲間。そこからもうみんなでレベル上げていくから。で、今私はイシスの国からお届けしてるよ。もうさすがすぎる、もう、あさみさん。面白い。大丈夫、あの、冒険を続けますかっていう、あの、あさみさんの大好きなヨシヒコの下りが出てこない。大丈夫勇者あさみは大丈夫なの？うん。だから時々いいえって押すよね。続けてよ、ちゃんと。時々ね。いや、でも、あの、冒険は続けるよ。楽しみですね。経過報告も。そうだね。次はどこの国に行ってるか分かんないから。次はポルトガだと思うね。分かんないよ。すごい勢いで進むかもしれないから。でも、これ、分かる人は分かると思うな。まあね。3って古いよね。古い。だいぶ古いよ。みんな知ってると思うけど。そうでしょ。なんかね、3がやりたかったんだよね。